いつものオペラアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2011年モデル、メルセデス・ベンツ C200 ワゴン AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離は2万5000キロ、低走行なお車です。フロントのバンパーに小さな飛び石が1箇所ございます。またアルミホイールの方ですが、右の後ろのアルミホイール以外の3本ですね、こちらの方がり傷がございます。いずれの傷にしましても小さな傷ですので、ご安心いただければと思います。こちらのお車、外装色がカルサイトホワイト、インテリアがブラックレザーのお車となっております。こちらは後期のモデルとなりますので、ドライビングライトは LED が採用されております。また MG のスポーツパッケージが装備されておりますので、スタイリングが非常に美しくスポーティな装いとなっているお車でございます。またインテリアの方も装備が充実しておりますので、非常にオプションも充実しているお車となっております。アルミホイールは MG スポーツパッケージ専用の18インチのアルミホイールが装備されております。またキャリパーの方もメルセデス・ベンツのロゴが刻まれたキャリパーとなっております。ウインカーの方もですね、こちらワールドウインカーとなっておりますので、サイドのシルエットも非常にかっこいいお車でございます。では続きまして、リアの方をご紹介させていただきます。後期モデルのお車となりますので、テールライトの方は LED のテールライトとなっております。トランクの方ですね、こちらはオートトランクが装備されておりますので、開け閉めは電動で行っていただけます。しっかりとスペース確保されておりますし、後部座席倒してお荷物積んでいただくことも可能です。では続きまして、インテリアをご紹介させていただきます。こちらのお車はフルレザーのお車となりますので、シートの方はブラックのレザーとなっております。特に目立った傷汚れ等なく、非常に綺麗なシートになっております。エンジンの方ですね、かけていきます。じゃあキーレス号ですので、プッシュスタートでエンジンの方はかけていただけます。ステアリングは3本ステアリングですね。パドルシフトも装備されておりますので、こちらの方で自由自在に変速の方が可能になっております。またシートの方はメモリー機能付きのフルパワーの電動シートとなっております。ナビゲーションは純正のハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、しっかりとバックカメラの方も映るお車です。フロント両席に関しましては、オプションでシートヒーターが装備されておりますので、冬場でも快適にドライブをお楽しみいただけます。またこちらですね、スポーツモード、シフトの横にはマニュアルモードも装備されておりますので、自由自在な走りをお楽しみいただけます。では続きまして、後部座席ご紹介させていただきます。ステーションワゴンのお車となりますので、非常に広々と作られている後部座席となっております。またパネルの方もウッドパネルが装備されておりますので、インテリア非常に高級感を感じます。特にお煙草の匂いとせず、状態良好なインテリアとなっております。では今回は2011年モデル、メルセデス・ベンツ C200 ステーションワゴン AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきました。走行距離2万5000キロと低走行ですし、内外装ともに非常にコンディション良好なお車となっております。またオプションの方も非常に充実しておりますので、快適なドライブをお楽しみいただけます。ステーションワゴンタイプのお車ですので、お荷物もたくさん積んでいただけますし、大人数での旅行でも活躍できる、まさに万能型のお車でございます。ぜひともご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。